今回購入紹介するのはファイヤーエンブレムエンゲージのエレオスコレクションです。でっかいやん。多分ソフト自体これぐらい、ちょっとちっちゃい、スイッチのやつ。そうで、なんだ、豪華特典版っていうのかな、うん、はい、ついてるやつです。じゃあ箱から見てみます。で、これがキャラクターだっけ、描かれたやつで、横はこんなタイトル、両方ともこれ同じだった。で、裏には紋章かな、うん、描かれてます。じゃあ開けていっちゃいます。それ以外ないか、ニンテンドーのマークぐらい。あ、一応ね、なんだっけ、どこだったあれ、さっきどこだった、下に、あ、そう、下にこの内容物が書いてあって、一番なが、ソフトとオリジナルアートブックで、アートカード、うん、で、カードケース、スチールブック仕様で、ポスターって書いてあります。で、ここにね、一応ね、まあ、ソフトの部分書いてあると思うけど、うん、この一人、プレイ人数は全部一人、一人用で全部できるってこと。だた、あ、なんだ、テレビモード、あの、普通のスイッチ、有機入れモードの卓上モード、うん、なんだっけ、もう一つ、ライトか、うん、スイッチライトでもできると。で、アメイボ一応対応、うん、なってまーす。あと、まあ、プロコン対応ね。うん、で、開けていきます、うんうん。こんな感じ。で、これが、まあ、わかんないけど、ソフト。ソフトでーす。こんな感じ。あ、これ箱とは違うわけだよ。普通にファイアーエンブレムの最新作なの。いや、なんだろう、なんていうんだこれ、む、なんだろう、む、過去のキャラ、これマルスじゃないかな、違うのかな、いろんなキャラが出てくるっていうゲームなんだな。あ、そうじゃない、多分これマルスだね、マルス、マルスだったかな、マルコ、マルスだと思う。なんだろう、ワンかな、ツーかな。とりあえずロールプレイングシミュレーションみたいな。あ、そう、これがリンじゃなかったっけな、リン、確か、確かに。で、仲間を指揮して戦局を切り開く。でも、シミュレーションっぽいよね。だから、ファイアーエンブレムは元がシミュレーションだけど、うん。シミュレーションロールプレイソン、ね。で、未来を紡ぐ指輪と竜の物語。です。で、紋章集を仲間ユニット、紋章集を仲間ユニットと自由に組み合わせることで戦略を広げることができるみたいです。紋章集。ってやつ。多分な、紋章だったら分かんない。紋章師とペアを組むとかな、組み合わせるって。一応やっぱシリーズ最新作。新作にはなってんだね。うん。に過去のキャラクターも出てくるっていう、多分ね。そう、うん。頑張ってね、毎回やるんだけどね、あれなんだ、難しくて。結構難しいよね。そう。なんか、死んじゃったりすると泣いちゃう。がっかりしちゃう。あーって感じで。そう、生き返れないんだよね。そう、でも近年はモードを変えられるようになってたよね、確か。失わないよ、ね。うん。って感じだと思う。で、なんか 3DS で仲間が死んで、ちょっと心が折れたような気がする。って感じ。で、これがソフト本体だ。ソフトです。で、これがなんだ、あ、これがスチール仕様。スチールブック。スチールブック仕様。うん。で、紋章ね。ちょっと紐いっぱいついちゃった。ここに、あの、ソフト入れる。そう。入れ替えるみたい。で、これ、中は地図になってるみたい。うん。こんな感じ、地図になってるみたい。で、スチール。だから、これを入れ替えると、ね。こっちでもいいし、こっちでもいいし。うん、まあ、自分はソフトだけ取り除いちゃうから。うん、出しやすい。で、これが、この人かな。こんな感じな。で、これが、あ、これがなんたらカードかな。書いてある。アートカード。思ったより大きい。そう、思ったより大きい。だから、なんていうの、さっきのソフト、同じだ。うん。ソフトケース同じぐらい。このスチール感と。同じぐらいのデカさで、こんな風に。もうすごいしっかりしてる。そう。紙とかじゃなくて。そう。なんだろう。硬いよね、結構。硬い。厚紙少なくとも。うん。で、こういう風に歴代のキャラだね、多分。確かに。絵柄が違うもんね。うん。で、見たことある。どうか。あ、見たことある。うん。これさっき言ったよね。ねえ、やっぱりリーダ。リーダ。そう。見たことない。うん。で、こんな感じで、あ、これもあれだね。これ 3DS だったかな、あれかな。あ、そうだね。で、こんな感じで、今歴代でマルスかな。うん、マルス。が一番前にいる。で、これが12枚。ん？何枚 ?1、2、3、4、5、6。書いてあったっけ？ 7、8、9、10、12枚ね。12枚の、なんだっけ、アートカード。アートカードのセット。あ、そこ入んねえ。あるよ。って感じ。え、なんだ、え、まだあるある。で、最後がなんか、
あ、アートブック。かな。あ、で、なんか箱の、この内側に、あの、なんドットのキャラクターが描かれてる。描かれてる。こんな風に。全部、かわいい。そう、これかわいいし、なんて、結構あれだよね。いいよね。うん、開けたらって、これ取ったらしか見えないから。うん、結構細かい。で、まず、いや、でかいな。でかいでかい。ちょっと縦じゃなくて横に見せちゃいます。パッケージの。こんな感じ。ポスター。ポスター。だね。うん。結構でかいでかい。パッケージ、あの、箱のパッケージ。うん、箱のパッケージの、あの、ソフトのパッケージじゃん。箱のパッケージの方。ポスターがついてます。ついてます。それとこれが、どっちかな？それが、ん？こう？ん？こう？え、どっちだ？まあ、とにかくアートブック。アートブックでーす。じゃあ、これはパラパラってね。こんな感じでーす。今、キャラ設定とか、ね、そうそう。なのは載ってるやつ。まあ、これだとなんか、表紙がすごいね。なんか、そうそう、すごい。なんかの。なんかファンタジーっていうか、ちょっと仏教かな。そっち系に見えちゃう。うん。みたいな感じ、なんか。なんかこの、対となってるのかな。この黒い竜と、この白い竜。うん。ツイになってみたら、あの、なんていうの、デザイン。うん、のやつのアートブックが入ってます。っていうのが、今回紹介したのが、ファイアーエンブレムエンゲージの、ファイアーエンブレムエンゲージのエレオスコレクションです。になります。じゃあ、以上です。